国会終わってから急に若手の議員が3人、実は総理は責任を取れというの発言されたじゃないですか、3人とも見たことないんですよね、これはね、何を言ってるかというと、その議員のことを批判してるんじゃなくて、隠れ派閥のボスたち、そこに思惑があって、支援団体っても、実はないですよね、その怪しい話は別ですよ、はい、中国から裏支援を受けてたりね、例えば支持団体とか、企業とか。 政治記者の時に実は回ってみてびっくりしたんですが、俺、自民党なんか嫌いだから、党いなかなってないよっていうね、いや、なってますよって、ねいや、知らないと。だから会社が入ってるわけですよ。だから派閥と金の問題、裏金問題も、本当は元を正せば、総裁選になるわけです、総裁選やってるから、派閥も生まれたんです、はい。これ、何人ぐらい手を挙げるなとかっていう話は出てるんですか僕はももに手を挙げてる他にも意外な人が えー、菅前総理大臣は政治と金をめぐる問題に関連し岸田総理大臣自身が責任を取っておらず不信感を持つ国民は多いと述べた上で今年秋までに行われる総裁選挙で党勢回復に向けて刷新感を示すことが重要だという考えを示しました、えー、菅前総理の岸田総理大臣に対する言葉はいかがですかうんこれはごく自然なことをおっしゃってるだけです、ねはい、つまままり岸田総総理ののままあるいは9月の総裁選で 岸田総理がもう一度再選されて例えば来年7月のダブル選挙ね、はい、あの衆参ダブル選挙、うん、それをやると実は政権を失うと「えあの人が?」というぐらいの知名度もあり人気もあるような人が当落選場より僕は今のところ下だと思っている人がいますよ、うん、だかそ,れその状況を客観的に考えて菅総理も前総理もおっしゃったんでこれなんかすごくメディアこう思惑思惑ってやるけれども、うん、そういうことよりもまずその これは僕今、自民民主党に属してるから、偏った発言と受け取られてもしょうがないんですけど、派閥と金問題で、さらに今の野党に政権担当能力がないっていうのも、本当につくづく分かったんですよ。はい、なぜ今ね、あるいはこの国会の特に後半、自民民主党に派閥と金問題が起きたときに、はい、じゃあこれは政権交代すべきだってまず言って、野党が。うん その時の時外交・安全保障はこうです、中国に対してはこうです、アメリカに対してはロシアに対してはこうですと、はい、打ち出すのが野党でしょ、ほぼ皆無だったです、うん、もうずっと派閥とカネ問題の、例えばパーティー禁止って言っててで、自分のところの立憲民主党の岡田幹事長がパーティーやろうとしてて、はい、しかも問題意識されたら、開きなった、一旦、うん、それで怒られたからやめる、これ、政権担当能力あるんですかそうですね。 それを逆に見ると、自由民主党は中から自分たちを根こそぎ変えて政権担当能力という意味は例えば若手の議員で中小零細企業対策とか本当に真面目にやっている人経済産業委員会でまあ8年もいて、自由民主党の特に若手議員の質問を聞いているとああこれは見せかけじゃないな本当に長年勉強してきて現場にもいてその蓄積でこう議員になってやろうとしているなってよく分かるわけですよ。 でそういうことを生かすにはまず政権交代そのものを防がないと話にならないそのためには今の岸田総理は例えば、高知会の会長をお辞めになってから宏池会解散と言われた会社の社長が社長を辞めてから俺の会社は解散だというのと同じでおかしいしそれから高知会の会計責任者も処罰されてるのに。はい 会長だった岸田総理は責任を取らないというのは、誰が見ても言い訳できないおかしさで、それを含めて菅総理はおっしゃってるんで、あのですね、思惑じゃないっていうね、僕、一つの証拠だと思ってるのは、国会終わってから急に若手の議員が、3人、岸田総理は責任取れっていうのは発言されたじゃないですか、それから、これ、の多分これ言うと、反発あると思うんですけれども、外交部会とか国防部会ってありますよね、住民との部会って全部にありますけど、はい。 自分の支援団体ね例えば農林水産関係だったらその部会には出ますよね。うんはい、でも外交国防ってですね特に外交はね日本では全然標にならないんです基本的に、はい、アメリカは標になるんですけど、うん、だから支援団体っても事実はないんですよねその怪しい話は別ですよ、はい、中国からウラ支援を受けてたりねそういう話は別にして表の話あのていうか真っ当な話として支持団体はないじゃないですか。うん、ということは外交部会に例えば来るか来ないかっていうのは。 国を全体、考えているかどうかの多少の指標にはなるんですよ、はい、絶対ではないですよ、うん、いくらか指標になるんですが、うん、3人とも見たことないんですよね、いらっしゃこれね、何を言ってるかというと、その議員のことを批判してるんじゃなくて、その議員の意思で言ったんじゃなくて、本当は後ろのボスが、派閥の親分が、派閥解消したと言っても、まあ、麻生派は解消してない上に、はい、解消したと言っても、総理の宏池会も含めて、事実上動いてるわけですよね。はい 言ってほしいと、言いなさいと言われていると。うん。親分から言われて、で若手だから言っても大丈夫と。ということはこの後ろのまあ旧派閥っていうか、はい、隠れ派閥のボスたちそこに思惑があって、うん、岸田総理を下ろしてっていう動きが出てきたなっていう意味なんですよ。うん、なるほど。若手議員そのものに注目するよりもこれはだから。 やっぱ部会に来て発言してるっていうのがね党内での影響力になるんですこれは準備しての,あのマシな部分でね、えー、なぜ私が代表の守る会が、まあ、自然に100人になったか、はい、一度も組織としての勧誘してないので、うん、個人的に話することはあってもね、はい、でもそんな勧誘ってことはないんですよ気持ちを共有するだけですけどそれがついに100人を、まあ、ある意味自然に「この指止まれ」で100人になったっていうのはやっぱり私が部会で 朝8時でしんどくてもどれぐらい来てるかとかそれからどんな発言をして政府側から何を引き出してるかっていうのがやっぱり私に全然限らず数多くの人についてそうなんですよだからそうじゃない人は言っても大丈夫でもあるわけじゃないですかそれを後ろの親分が読んでやってるなだからそういう古いタイプの依然として派閥の親分が思惑で動く総裁選が始まってるとで 例えば消費税をおまけしてもらってるような既存のメディアは、はい、今までの構造でやりたいからそれ、歓迎なんですよね。うん、とあの手垢のついた記事だけどいつもと同じような政局記事書けるじゃないですか、はい、NHK もその話できるじゃないですか、はい、でこれは困るわけですよ、うん、大変困るわけですださっきの出してもらった表であの僕の話が出てたっていうのは虎ノ門ニュースここにありでねこれは画期的であの今朝の読み入れだったかなその一覧表が出ててなぜか高市さんが外れたりしてたけど、うん でも僕はそもそも最初からいないことになってるわけですからでその党員数なんですけどこれあの党本部は党員獲得数とあの表現しててこの「虎ノ門ニュース」もそのままな,な,ってなってますけど、はい、僕はこの言葉は使わないです獲得してるわけじゃないんですよ。<ー>奪ってるわけじゃないので<ー>自らの自立した意思で党員になられてる数、はい、それで私のところを通じて党員になられると何が起きるかというと今までは。 例えば、支持団体とか、あるいは企業とかで、党員を出してて、はいはい、政治記者の時に実は回ってみてびっくりしたんですが、うん、えっ、俺、自民党なんか嫌いだから、党いなんかなってないよっていうね、話がほとんどだったんです、うん、いや、なってますよって、ねいやこれ自体も、持ってること自体が、はい、まあ実はあのー、裏を一生懸命探って得た情報だったんですけど、うん、いや、知らないと。 会社が入ってるわけですよでそれが自由民主党本部に言わせると党員獲得数だったわけでしょなるほどところが僕のところっていうのはその後援会もない後援会長もいないし支持団体全部お断りだから、うん、全部お一人の意思なんですよだって動画で言ってるだけだから党員になりませんか組織票とか企業票はないと、ね、ゼロです完全にゼロなんですよね、うん、でそれが1位になるっていうのは自由民主党のこう古い土台は 大ショック、うん、一緒に歩いてきたメディアも大ショック、うん、支えてきた財務省も大ショック、うん、ただし、これが直接総裁選で、じゃあ、党員票は必ず1位かというと、そんな名前優しくないと思ってるわけです、うんうん、なぜかというと、総裁選こそ、古い自由民主党のシンボルなんですよ、うん、実は、総裁選やってるから派閥も生まれたんです、うんはい、ね。 だから派閥と金の問題、裏金問題も本当は元を正せば、総裁選になるわけです、住民主党作ったとき、最初は総裁選じゃないんですよ、それを民主的にやるために総裁選したら逆に派閥を生んでしまったんです、えーであの、そこにあの参議院から挑戦するっていうので、あのわざと無視するところもあるんですが、これ、もちろん短く言うと、一、えー、つは、その今までの仕組みを破ることが必要なので。えー 今まで橋芳正さんが参議院議員に出たことあるんですが、あれは宏池会の派閥の事情だったんですね、そうじゃなくて、ですね参議院からわざと出る、つまり、く替えしたら、僕は衆議院でもおそらく、これあの、またはっきり言って嫌われるだろうけど、勝つと思ってます、はい、でも、く替えをしないことを選びました、うん、なぜかというと、ですねまず政治評論家や政治学者のかなりの方々が、日本国の中で衆議院を解散できる権利を持っているのは総理だけです。はい 本当に1億2300万の中で総理たった一人なんですよね、はい、でその人が解散のない参議院議員参議院はゆっくり議論できるようにってことで6年間人気がありますよね解散ない、はい、それおかしいって言うんですかそれこそおかしいそれは公私混同ですとそれはかつての総理が自分の身を守るために自分の都合良い時に解散を打つってことを繰り返しててその枠の中で考えてるからであって、はい、本来は国家国民のためにだけ衆議院を解散して国民に意見を問う。うん だからむしろ自分が解散と関係ない方が冷静に判断できる、うん、でそれを言ってたんですが突如としてお付き合いがない若狭弁護士が突然同じことをおっしゃってあ<ー>あやっぱり司法から見てこういう考え方やっぱり通じるものはあるんだなと僕は思ったんですけどそれが第一点ですよね、うん、それから二つ目はですね全国のことを考える選挙制度って参議院しかないんです参議院の全国比例だけですよね、うん、で衆議院だと 例えば、この東京でいうと、区会議員のこの選挙区と国会議員の選挙区は同じ、板橋なんかそうですよ、はい、でそれで全国見ようとすると、無理があって、うん、だからそこで世襲、地元への利益誘導っていうのが生まれるんで、はい、全国比例から出るべきだと、はい、最後、憲法を見ていただくと、その大臣は民間人でもなられるけど、総理大臣だけは国会議員でないといけないと、試験者から選ばれた人でないといけませんねで終わりで、衆参は区別ない、同等なんですよ。はい そこで問題提起をして、参議院議員からそういう理由で打って出ること自体は、もし自然に20人、引き剥がしに耐えて耐えて、ええ、最後の最後まで20人残ってあの、出られたら、そこで総裁選の改革につながると思います、うん、もちろんその出たらいいんじゃなくて、出る以上は、ちゃんと総理にならないといけないです。これ、何人ぐらい手を挙げるなとかっていう話は出てるんですか、党内では。あ出てないです。あったら本当に言いますけど 僕はもうすでに手を挙げてる他にも意外な人が手を挙げるってことは、この人がという可能性あるとということです、ねうん、いや,やっぱりこのままでは済まないってはみんな思ってるですから、全く新しい発想でと、参議院から出るって全く新しい発想なんですけど、ね、衆議院の中からも別の新しい発想っていうのもあ当然あるんじゃないかと思いうんですよ。党、うん、もよく調べたみたいいですからね。